私は、日本の京都というところで、陶芸をしています古川武史と申します。10代の頃から、作品を、焼き物に携わって、制作をしています。私が一番最初天目に出会ったのが10代で、一番最初に陶芸を学んだ学校の時に出会いました。でその時は天目のことももちろんなんですけれども、焼き物のことも全く分からなかったんですが、その中で、いろんな釉薬があります。天目であったり、新社、青磁とかいろんな天目、釉薬があるんですけれども、その中でたまたま天目を実験する、窯で焼く機会がありました。でその時に焼いた時が非常にこうと言ったんですかね、他の青磁、新社とはにはない光沢といいますか、輝きが一番こう魅力的に感じまして、でその時にこう自分の中で、自分はこの焼き物がやりたいとその時に感じました。はい、でそれからもう卒業、学校を卒業してからずっと今日に至るまで、天目一筋に制作をしています。日本国内で今までは発表発信をしてたんですけれども、そういったところから、焼き物の本場天目の産地がある中国からも高い評価をいただけるっていうのは、非常に作り手としては嬉しい思いでいっぱいです。でまた今後もそういうふうな、日本国内を飛び越えて、香港、また中国の皆さんに喜んでいただけるような、ご評価いただけるような作品作りに力を注いでいきたいと思います。今まで私の、集めた手元にある作品は、いろいろ好きな作品はたくさんあるんですけれども、よく友人とか知人とか、先輩後輩の、展覧会に寄せていく、いただくんですけど、やっぱりそこでいただく、分けていただく作品が一番自分にとっては印象深いといいますか、普段から使っている作品になるのでとても印象深いです。拝見させていただいて、非常にセキュリティが強いなというふうなイメージで持ちました。こういうふうなところに作品であったりだとか、自分の大切な思い出のものも、収納、片付けられるのは自分であれば非常にいいなと思いました。やっぱりこう陶磁器であったりとか、絵画もそうですけれども、やっぱり長年使っているとやっぱり釉が劣化したりとか、陶磁器であったら色は劣化しないですけれども破損してしまうこともやっぱりあるので、やっぱりこういうふうな厳重なセキュリティのところに保管するということは非常に安心安全な保管場所だと思います。